作り人は、2008年の日本映画。滝田洋次郎が監督を務め、第81回アカデミー賞外国語映画賞、及び第32回日本アカデミー賞、最優秀作品賞などを受賞した。元木正宏が、1996年に、青木新聞著、農館府日記を読んで感銘を受け、青木新聞宅を自ら訪れ、映画化の許可を得た。 しかし、その後、脚本を青木に見せると、舞台、ロケ地が、富山ではなく、山形になっていたことや物語の結末の相違、また、本人の宗教観などが反映されていないことなどから、映画化を拒否される。元木は、その後、何度も、青木宅を訪れたが、映画化は許されず、やるなら、全く別の作品としてやってほしいとの青木の意向を、 受け、送り人というタイトルで、農館不日記とは全く別の内容で、別の作品として映画化。映画の完成までには、元木と元木の所属事務所元社長の小口健二の働きは大きい。映画公開に先立って、小学館で誘う明により、漫画化されている。このコミック版では建築物の細部まで多くの描写が映画と共通しているが、 主人公の妻の職業などいくつか差異がある。史上派での初放送は2009年9月21日21時23時34分で21.7%の高視聴率を記録したが、2012年1月4日の2回目の放送は7.4%の低視聴率となった。CS 放送では TBS チャンネルにて不定期で放送されているほか tbs オンデマンドにおいての動画配信も行っている。プロのチェロ奏者として東京の管弦楽団に職を得た小林大悟。しかし、ある日突然楽団が解散し、夢を諦め、妻の美香と共に田舎の山形県酒田市へ帰ることにする。就職先を探していた大悟は、新聞で旅のお手伝いと書かれた NK エージェントの求人広告を見つける。 てっきり旅行代理店の求人と思い込み、高級保証や、実労時間わずかなどの条件にも惹かれた大悟は、面接へと向かう。面接した社長は、履歴書もろくに見ず、うちでどっぷり働けるの質問だけで即、採用と告げ、名刺まで作らせる。大悟はその業務内容が、実は、旅立ちのお手伝いであり、具体的には農館と知って困惑するが、 強引な社長に押し切られる形で就職することになる。しかし妻には、冠婚葬祭関係としか言えず、結婚式場に就職したものと、勘違いされてしまう。出社早々、農館の解説 DVD の遺体役をさせられ、散々な目に遭い、さらに最初の現場では夏、孤独死後2週間経過した、高齢女性のフランシュタイの処理を任され、最後は、仕事の厳しさを知る。 それでも、少しずつ農幹子の仕事に充実感を見出し始めていた大吾であったが、噂で彼の仕事を知った幼馴染みの銭湯の息子の山下から、もっとましな仕事につけと白い目で見られ、ミカにも、そんな毛らわしい仕事はやめてと懇願される。大吾は態度を決めきれず、それに腹を立てたミカは実家に帰ってしまう。さらに、 ある現場で不良学生を構成させようとした、列席者が大吾を指さしつつ、この人みたいな仕事して一生を償うのかと発言したのを聞いたことを機会に、ついに退職の意を社長に伝えようとするが、社長のこの仕事を始めたきっかけや、独特の姿勢感を聞き、思いとどまる。場数をこなしそろそろ一人前になった頃、突然、美香が大吾の元に戻ってくる。 妊娠を告げられ、再び農幹士を辞めるよう迫られた大吾に、仕事の電話が入る。それは、一人で銭湯を切り盛りしていた、山下の母、艶子の農幹の依頼であった。山下とその妻子、そして自らの妻の前で艶子を農幹する大吾。その細やかで心のこもった仕事ぶりによって、彼は、妻の理解も得、山下とも和解した。そんなある日、 太イのの元に亡きカーテの電報が届く。それは、太イが、子供の時に家庭を捨て出て行った父、宿気の死を伝えるものであった。今更父親と言われても、と当初は、遺体の引き取りすら拒否しようとする太イに、自らも帯広に息子を残して、男に走った過去があることを告白した同僚の上、村は、最後の姿を見てあげてと説得する。 ミカの勧めもあり、社長に車を借りて、遺体の安置場所に向かったタイゴは、30年ぶりに、対面した父親の農館を自ら手がける。演奏会の場面の撮影が行われた坂田市民、会館、希望ホール。ミカが帰郷する場面の撮影が行われた、余る名駅舞台設定は、省内地方であるが、撮影箇所は、山形県内各所に点在しており、 代表的なものを記す。他方、原作の舞台でありながらも映画版のロケ地とならなかった富山県では、本作の日本アカデミー賞とアカデミー賞の受賞後、県議会の委員会で議員が映画ロケ誘致について、富山県庁の消極的な姿勢を問いただし、県の担当課長が公開の答弁を述べる一幕があった。二千八年九月十三日百二十巻で公開され、 9月13日14日の週末動員ランキング5位。9月15日までの3日間で観客動員数29万451人、工業収入3億4854 48万8500円を上げた。出演者のミネギシトールの成果が伝えられた直後の10月11日12日の週末ランキングで3位まで。 上昇するが2008年11月1日2日の10位以降は週末トップ10ランキング外となる。この時点での興行収入は30億円に達してない模様。第81回アカデミー賞の外国語映画賞のノミネート発表を機に公開館を180館までに増やし2009年2月21日22日の週末ランキング8位に再登場。 アカデミー賞の受賞発表後の2009年2月28日3月1日には2日間で動員29万8470人、公衆3億1938万3400円を記録し、公開25週目にして初めて週末ランキングで1位になった。これらの数字は公開2日間の動員、公衆を上回り、 この時点での累計講習が38億4千万円。3月28日29日中以降、週末ランキングトップ10からは消えるが、4月には累計講習が60億円超えのアナウンスがあった。赤坂アクトシアタータで舞台化作品が2010年5月29日より上演された。映画から7年後の大合達を描く。ありがとうございます。